今年の総括。2023年1月何してた？俺よりも50人クラフトウィキの方が詳しくて、2023年何したのか覚えてない。50人クラフト年間カレンダー見よう。時間を守れずにやらかしたこと選手権。50人を勢力ごとに分けてサバイバル、スーパー50人クラフトシャープ1が始まったぐらい。アーケンが核ミサイル撃った回か。え、ちょっと待って、それがもう1年前？あ、そうなんだ。あれが1年前なんだ。へぇー。あのさ、やばいぞ。50人クラフト年間カレンダー見てるんだけど、銀の初登場が2021年の1月の20日。すごいね。銀ちゃんが出たのってもう3年前になるのか、そろそろ。そして、なんと4年前、都市の YouTube 収益化達成日。これ面白いな。いや、これ50人クラフトカレンダー面白いな。都市がなんと収益化達成。じゃあ11月25日を見てみる。あ、今日トミー・ジュニアの誕生日だし。11月25日に投稿された3年前の動画、ノジャジャに乗れてノジャジャで戦えてノジャジャを変えるノジャジャモッド、ノジャジャモッドっていうのを作ったっぽい。これぐらいの脳みそでいいのかもな。これぐらいの脳でなんかやるのが一番。こういう動画でやるか、もうちょっと一発ネタみたいな。ゴリラミの日は入ってる。3月15だっけ、16か。出来事がないな。書いてない、記載なしだ。ちゃんと記載してくれなきゃ困るよな、これ。もうちょっとマインクラフトプラグインとか遊びたいよね。最近昔っぽいことやってるよね、サバイバルで。もうちょっと昔っぽいことしたくない？プラグイン人員不足感ある。そうなの？わかんない。それは菩薩がそうだと言わない限りそうかわかんないけど。ラボ人増えてるからいける。あ、そうなんだ。まあさ、2020年の1月に50人クラフトで初日の出見に行ってる。動画内で。この動画、もう2020年の1月1日です。くっそ夏いんだけど。夏。え、4年前？ちょっと待って、4年間俺でこれのことやってんの？俺ら、やばくない？ 4 年間やってる？マイクラで太陽を見て56万再生？うわぁ。え、でも、意外と、その時のメンバーをタブで出してるのよ。タブ、ポチって打つ時に出てくるんだけど、見てこれ。あんまり、え、なんか確かに変わってるんだけど、まあ、なんか、そこまで変わってない気もしない。おぱいち、シャイン、アボボタニ、バナナくん、ボンコン、これバナナくんって誰これ。バナナくんはバナナくんか。なるほどね。カエル、デキヨコ、デンデン、デポン。この辺全然変わってないよね。エビフライ、フェイクボックス、ニセファマス、コータン、ハイハト、イカオ、イケコ。この辺全然変わってない。左列でも全然変わってないよ。陰キャ転生、カンタスケ、マッコ、キリト、カキカマ、ラーバ。なんか陰キャさんスキンおかしくない？あ、これは転生のスキンでしょ、多分これ。アドルフに転生の時のスキンだと思う、多分。そういうのかっこいいと思ってた時期のやつ。厳しい時期だな。いや、で、MC トマトソースとかいたな。最後までなんだかよくわかんなかったんだよな、MC トマトソース。MS 向き、長月、夏。ペンペ、ポポさん。ポポさん。ニクマ、レテン、先駆け、しまそ。なるほどね。3列目ちょっといかつめだな。ちょっといかつくない？ 3 列目。ちょっと空気重めだよね。トーマスくんさ、なんか芋虫みたいなスキンしてない？芋虫の中側のスキンみたいになってる、なんかトーマスくんが。なんで、どういうテンションでこのスキンにしたんだ、一体。いやー、すごいなー。ようこんなのやったな。多分身内乗りで帰ったんじゃない？言うて半分ぐらいは変わらず。確かになんか、50人クラフト、どんどん人変わってるんだ、みたいな空気感出てるけど、そんなになんか思ったよりだよね、なんか。形態がちゃんと整ってからはそんな変わってない気がしない。建国クラフトとかの頃からだと、だいぶ変わっちゃってるんよ、やっぱり。建国クラフトの見る、今見つけた。やばいわ。ちょっと待って、建国クラフトは、ちょっとレベル違う。建国クラフトって、シャープ1がある。時代的には、6年前、2017年だから、大体6年前か7年前に相当するんだよね。だからちょうど今からこのタブになるのと倍の時間が経った世界って感じだとこうなる。でもほとんどいなくない？これだとだいぶいないよ。ユテラユテラとかいるけど、だいぶ懐かしいな。ポテチポテチ、この時代から出るポテチってすげえんだな、やっぱ。すごいね。なぜかやたら長くいる。え、多分だけど、その前からいた人もいるけど、なんか継続的に割と来てるのは多分ポテチが一番ワンチャン来てるんじゃない？継続で言うんだったら。
たまに来なくなるとかだったらあれだけど、ポテチの継続度で言うと多分いっちゃん長いのかも、こう見るともしかしたら。すごいなぁ、今では別の尻を追いかけてこんなことになるなんて。小娘って誰ですか、誰でしょうねっていうか、ちゃんみやいるし、しれっといるな、なんかしれっとなんかおる。うわクソ夏いなあ。のみんな誰も触れてないけど、左上にもいるからね、あの数字3つのアカウントのやつあの誰も触れてないけどいるんだよね。一応その1個前のシリーズには見ようとしてるんだけど、タブ画面見てないから、タブ画面かなんか映せない。待って、タブの画面なんで見ないんだこれ。自由参加だったから見てないのかも。タブ画面とか見る必要がないと思ってて、タブを見てないから、そのタブのデータが存在しないな。多分人にフォーカスされてなさすぎて、タブとかを見る意味合いがなかった時代だから、タブ見てないんだろうな。これしかない、もう歴史上に残ってるデータが。1年前、2016年1月。建国から遡ること2年ぐらいかな。文献がない、多分もう。でもヨッシーはいるんだよね、これ。確かヨッシーはいるはず。あ、あるわ。あったあった、タブがあった。8年前のタブあった。いやなんかむしろウミニャとか推奨されてたよね、ウミニャっぽいやつとか。見て見て見て、これ8年前のほぼ最古のタブ、2015年2月の時点の8年、アイコンの表記がない。いやもうなんか全然誰もいないな、もうマジでいない。だってヨッシーすらもいないし、フーカもいないし、アボボタニは逆張りで参加してない時だし、アボボタには逆張りで、こういうなんか参加とかは僕はしないよみたいな感じの、僕は BF しか参加しないよって意気がってたから。びっくりしたんで、いいな、いいね、なんか名前なんかさ、すごい迫力ない、なんかなんかもうとんでもないとんでもない名前のやついるな。呼び戻すか、8年前の人でいますかみたいな。それちょっと企画良くない？ 8 年前のこのタブのスクショに映ってる人で、一人誰か呼んで当時を語るみたいな動画、面白いかも。一回だけ呼んで当時を語ってもらうみたいなやつ。当時のノリでやるっていう。一人はいるよ。てか普通に俺が観測してる中でも、この中で2、3人はツイッターにいるの知ってるから、何人かは知ってる。チームのフレンドでずっと CSG をやってるやついる。私この中に一人。なぜかスチームのフレンドでずっと、意味もなくフレンドで残り続けてて、ずっと CSGO だけやり続けてるやついるよ。その時代から GO やってたら何時間やって、もう多分プロゲーマーレベルになってるのね。あ、なんかそう、あでもここにはいないかな。こういう時代からのキッズで今バルのプロゲーマーとかやってる子とかいるね。マイクラにはいなかったかな確か。これの動画が出た時に2015年2月でしょ。ペニガキはその時何歳まだ言葉喋れてない。まあ今でも喋れてるから一緒か。そう変わらんか。8年前か。いやマジですごいね。だってウミニャが12歳とか13歳でしょ。すごいな。小6でまだなんかこう、シラソルが新卒の時おいシラソル、この時どうだった？お前の新卒ぐらいの頃の動画だぞ、シラソル。お前が新卒の時これやったわけだが、お前が新卒の時この動画を見てこの仲間入りするなんて思わなかったろうな。ルチーで歌ってる新卒トラウマが蘇るあの時じゃんって。しかも2015年の2月だから、新卒が次ぐらいじゃない？多分その1ヶ月後シラソルの新卒の就活が始まるみたいな。ちょうど卒業旅行にワクワクでシラソルが行ってる時だよ多分これ。2015年2月28日、その時シラソルは来年から始まる社会人への期待を胸に抱き、卒業旅行で羽目を外していたシラソルが、まさか8年後にこのゴミ捨て場みたいなところに紛れて一緒に泥んこ遊びをすることになるとは。これから始まる絶望にまだシラソルは気づいていなかった。働きたくない、働きたくないんじゃなくて働かないって言え。その通り。